どうもこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。始めますか。始めましょう。ジングル的なのは何か考えましたか。いや、ジングルはもう僕はもう全然あの楽器のガの字もできない。僕はあのギターをね、さっき準備して、はいはいはい、あの著作権の関係がどこまでいけるか分かんないんですけど、あ、確かに既存のだとちょっとなんか分かんないですもんね。そうですよね。世界に一つだけの花のコードだけ、最初のコードだけ準備はしてます。え、すごい。いきます。ちょっと一回試しで、はいはいはい、ギター鳴らしてみますね。はい、聞こえます。その誤差も含めてなんですけど、ちょっと いきますね。聞こえます。すごいいいよ。綺麗な音色が。あ、そうですか。じゃあ歌は歌えないんで、はいはいはい、歌うと多分完全 NG になる。あ、そっか。わかんない。多分、まあでもインストというか、確かにあのね、ギターだけなら全然。そう、最初ね、いい感じだなと思って、はい。ナンバーワンな、ナンバーワンにならなくてもいい。うん、うん。元々特別なオンリーワンの、うん、コードだけ弾いて、さあ始まりましたって感じがどうかなと思って。はい、いいっすね、それ。いいですか？すごい用意していただいて。いい感じに、あの、まあ、即興なんで、はいはい。あの、まあ、今日のテーマの曲をしましょうと。はい、なるほど。言いますね。いいっすね。はい。では。うん。ごめんなさい、もう一回行きます。お約束ですよね、今の。テイク2で。さすが。ギターは、あの、まあ、趣味程度ということで、お許しください。行きます。おお、はい、ということで、すごい、いいですか。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、すごい素敵なオープニング。はい、一応考えました。すごい、ありがとうございます。はい、ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと自己紹介をちょっとだけ。あ、そうですよね。はい、じゃあ、カノさん、はい、どうぞ。あ、僕から。あ、僕から。で、画家と作家なので、じゃあ画家の方を、吉川さん、大丈夫です。画家の、はい、大分市で画家をしております。画家、そして空間ペインターという屋号で、活動してます。はい、吉川健太と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、続いて私が、はい、まあ、作家の方ですね。はい、まあ、作家といっても、普段は会社員をしてまして、まあ、その傍らで、はい、今、OBS、大分放送ラジオで放送中の踊り場ラジオという番組の、はい、まあ、作家をさせていただいてたりとか、はいはい、まあ、あと、プライベートでというか、音楽イベントだったりとか、いろいろなイベントを、はいはい、まあ、あのやっている川野と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、下の名前は言ってもいいんですか。はい、あ、川野隆史と申します。はい、今、あの福岡に単身赴任で。からお届けと。組んでおります。私は大分から届けております。大分からですね。すごいですね。デジタルの素晴らしい音符を、はい。ね、そうですよね。おりますね。本当に。いやー、本当に。前回の放送も本当に取り留めもない2時間ぐらい。2時間喋ってました。あ、そうか。今日はだからどうしますか。はい、まあ1時間ぐらい、一応1時間の、ですよね。お約束でいきたいと思います。ちょっとこう、ね。コツコツとやっていければということで、小出しにしていこうかなというところで、はい、はい、そうですね。どうでした？なんか1週間、はい、まあね、前回そのリアルタイムだと、はい、まあ、なかなかね、みんなお忙しいからこう、通りすがっていく方が何人かいらっしゃったぐらいだったんですけど、すでに聞いてくださって、ここに入ってくださってる方も2人、2名いらっしゃって。ありがとうございます。本当にお聞きいただき、ありがとうございます。本当だ、すごい。本当ありがたいので、これ、リスナーさんのお名前とか読み上げても大丈夫なんですかね。これ、あれですよね、お名前ってみんな、はい、みんなっていうか、なんていうんですか、すべて見れます。僕今見てるのが、なんか、2、3文字しか。はい、そうですよね、そうそう。ね、なんか見えるような感じ。見えなくて、点点点みたいになってますので。そうですよね。だからまあ、一応アーカイブとしても残るので、まあ、ひとまず、お二人で話して、見てます、意識してますと、ありがとうございますという気持ちで、うんうんうん、やらせていただきますね。はい。ですね。さて。いやだからそうですね、今日2回目ですね。まあ、前回、先週なんですけど、ね、本当に突如、突如です。
始まったこの、まあ、番組と言っていいのか分かんないですけど、本当に突如でした ね。あの日に確か、はい、あの日は全然、やりませんかってやり取りして、そうですよね、何の、だってね、それまで多分、はい、下手したら1年ぐらいそんなにこれ連絡取ってなかったぐらい感じだったけど、ね、なんかたまたまタイミングあってというか、そうですね、やり取りさせていただいて、うんうん、なんかあれよあれよという間に、はい、ちょっとツイッターのこのスペースやってみましょうかみたいな。そうですね。ですよね。はい、いや、まあ、本当に巡り合わせというか。そうですね。すごいご縁ですね。ね。そうですよね。はい、で、まあまあ、ね、お二人ともこう、まあ、同い年、ほぼ同い年、はい、同世代で、はい、まあ、結構好きなものが割と似ているようなところがあって、はい、まあ、お笑い好きだったり、はい、音楽好きだったり。はいっていうところで、前回もあれですね、その、まっちゃんというか、ダウンタウンの松本人志さん、そうですね。について、結構、熱く話をさせていただきましたね。はい、そうですよね、はい。で、あの、オリラジの中田敦彦さんが、はい、外録チャンネルに YouTube の出たっていう、そうですね、そこのきっかけで、はい、なんかお互いこう反応してというか、そうですね。で、なんかね、ちょっとこれについて語りたいですね、つって。そうですね。でそこからそうですね、とてもこう胸熱なというか、はい、僕では喋りたくてしょうがないことを、うんうんうん、一番こう、はい、アンテナが近い方と話せたことがもう何より幸せな時間でした、はいはい、いや本当僕もでしたというのでしたでまああれですね、まあ、同世代って言ったら僕が、はい、だからもうすぐ僕40歳なんですね。もうすぐですね。でもうすぐです、はい、で吉川さんも今、はい、39です、はい、ですよね、はい、これはねまあアラフォー男子ということなんですけど、ねはい、まあやっぱ前回そのダウンタウンの松本さんっていうぐらいで、はい、まあ本当に世代的に、うん、まあまあね、うん、そのダウンタウンスマップで育ってきた我々ですので、はい、で、まあお互いの好きなものをちょっとなんか順番にテーマ上げながら、はいね、まあこうね、お試しというかパイロット的にこれやりながら、うん、あのおしゃべりしながらですね、はい、まあ徐々にこう、番組らしくなっていけばいいのかなというところなので、なん で、ねはい、で今日はだからその満を持してじゃないですけれども、はい、あの、まあ、特に僕の方なのかな、はい、あのスマップが僕は大好きなので、そうですよね、はい、でまあ今日僕は中井くんっていうのは、はい、あれですよ、なんかこうあのあれですね、うん、吉川さんから確か提案をいただいたと思うんですけど、はい、はい、まあ、経緯としてはその松本さんっていうのが第1回目ということ で、ね、松本さんが芸能人の友達どなたですかって聞かれると、はい、結構な割合で中井くんっておっしゃって、はい、あこれはあなんかいい気がすると思って、僕は松本さん大好き、うんうんうん、もちろん菅さんはも同じほど松本さんのことは大好きだと思うんですけど、はい、まあ、共通点として、まあ、スマップっておっしゃってたから、うんうん、あこれは中井くんかける、はい松本人志みたいな裏側として僕らの、はいはいはい、なんかこうそういうところで第2回できたらなんかいいんじゃないかと思って、はいはい、ああですねっていう感じでした。そっかそっか、それこそまあ本当に、はい、なんだろう、日本の芸能界でマックスの異業種の同士の大物親友コンビみたいな、ね、番組もねいくつかやってますしね。やってましたよね、僕あの伝説の教師ももちろん見てました。僕ももちろんリアルで。もう大ニュースですよ ね、当時の。いや、ですよ、ですよ、うん。もうあれはもうマジで。で、主題歌確か、ハイローズでしたっけ。あ、そうですよね。日曜日からね。ハイローズでいうか、マニオンズになる前でしたっけ、はいはい、そうですよね。青春って言ったでしょ、ね。あ、青春か。はいはい。あ、そう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 。そうです、そうです。はいはい。そうでしたね。でね、最終回に確か友情出演で、ハマちゃんと木村拓哉さんが出演した。すげえ思い出。最終回。これは、すごいですね。もうめちゃくちゃ最高でした。おそれ多分僕、まあ、多分 お姉ちゃん、僕姉もいて、あ、お姉ちゃんがスマップっていうか、はいはい、ジャニーズも大好きで、あまあ妹もいるんですけど、はい、ジャニーズ大好きでっていう中で育ったんで、はいはい、僕もその中で、はい、うーんみたいな感じで思いつつ好きでしたね、うんうんうん、はいはい、あそうですね、もうスマップという、はい、まあ、存在というか、そうです、そうですよね、やっぱり、まあ、僕らもう小学校高学年ぐらいに、うん、なんかもう本当最初の記憶で言うと何ですかね、あの阪神・淡路大震災の時に、はい、結構あの頑張りましょうとか、はいはいはい、
で、なんかすごい最初になんか、はい、まあ、本当に当時まだ僕も小学生だったからよく分かってるジャニーズとかまであんまり知らないぐらいの世代で、光源氏とか僕らあんまりリアルタイムで知らないので、はいはい、なんかこう分かんないけど、こうマイク持って歌って踊るかっこいいお兄ちゃんたち、なんか面白くてかっこいいお兄ちゃんたちが、はいはいはい、なんか人気者のグループ、うんうんうん、はいはい、のなんか明るくて面白い、はいはい、かっこいいお兄ちゃんたちだっていうイメージで、でなんか歌もね、うんうん、あのポップだし、ね、カラオケとかで歌う感じの、ね、はい、っていうところがなんか最初の、うん、まあ、記憶というか、ね、当時笑っていいともとかでも、はい、ね、中井くんと香取くん出てたりとか、うん、はいはい、で片や月9で木村さんとかが、はいはい、もう主演バンバン張り出すぐらいの時期の、ね、もう本当に天下取る時期にちょうど、そうそうですね、うちは多分多感なというか思春期のもろですね、月九、もろですよね、直撃世代なので、ね、まあそこは本当に、はい、まあ、本当にずっと思ってますね、なんかスマップとダウンタウンが天下取った時代にあの10代の時間過ごせた自分はすごい幸せだという感じで思ってますね。未だになんかずっと。そうですよね。うん、誇らしいというか。そうですね。はい。まあすごい歴史ですよね。ねえ。僕もさっきだからね、この番組でそのスマップのことをこう勉強し直そうと思って、はい、なんか。そうだそうだ、僕すいません動画を見忘れてしまって、僕もね結局ちょっと忙しくてちょこちょこしか見れてないけど、はいはい、わあそっかーって感じはやっぱしみじみ感じましたよね。でやっぱ今思うのが、中井くんが今なんか今体調悪かったりとかあって、あ そ, う、ね、そこも気になったんで、なんかこう、うんうんうん、中井くんのファンの人もきっと心配してるだろうし、うんうんうん、僕も心配、あでもあれですね、よくなったでしょ、ちょうどね、そうそう、あの先週末に、はい、あのキスマイの藤ヶ谷くんのラジオで、はい、まあ、なぜかその他の予算の他の方の番組で復帰、はい、まあ多分それもね、こういろいろ多分代打を務めてあのくれた藤ヶ谷くんの番組にこうサプライズ出演して、はいはいはい、多分なんか粋なまたちょっと面白いサプライズみたいな感じで急に登場して、はいはい、うん、なんかもうまあね、聞く分には本当普通にいつもの明るい中井くんっていう感じで、はいはい、そうなんですね、あ聞かれたんですか、そうです、あ聞きました、聞きました、すごい、もう全然ね、まあまあそうやってあれしてくれてるのかもしれないですけども、まあ本当に何もこちらを感じることなく、うん、いつもの普段通りの、うん、中井くんのトークでしたね、そうですか、はい、なるほど、いやそうそう、あそうそう、だから僕は単純に中井くんって松本さんつながりで言ったけど、はいはい、単純に言っちゃったけど、そのスマップ全体について多分カーンさんお好きなんだろうなと思ってて、うんうん、あそうですね、推しというか一番はどなたなんですか、いや僕でもやっぱそれ、いやあんまでもなん、うん、あんまないというか、あそうですか、みんな好きですね、はい、みんな同じぐらい好きですね、すごい、未だに、はいはい、いやでもで、うんうん、うんうん、はい、そうですね、いや僕その、うんうん、僕も大好きです、全員大好き、あねえ、はい、まあまあ、はい、なかなか、なんていう、嫌いな人はいないと言ったらあれですけど、そうですよね、もう本当に語ることなく大好きですよね、うん、やっぱまさに国民的なですよね、で松本さんのね、うん、滑らないとかにもまさか、ね、まさかのゲスト出演とか、あそうかそうそうそう、見ました見ました、いっぱいありますし、まあ高井君、香取君、はいはい、えな、草薙くんも出たんでしたっけ、草薙くんは出てないんじゃないですか、香取くんだっけ、香取くんと五郎ちゃん、あ五郎ちゃん、五郎ちゃんが五郎好きだとか、なんかすごいびっくりな、びっくりな、そうですよね、そこで香取慎吾くんがこうえみたいな、はいはいはい、何それみたいな動揺隠しきれない滑らないをしてて、あそうだったそうだった、 なぜかと言ったらあれですけど、はい、そのお二人だったですね、そうだったと思います、うんうんうん、で、まあ、中井くんは出てますよ、中井くんも、うん、中井くんは最初に出てたんじゃないですか、はい、という感じで、そこの時もすごい興奮しましたね、うん、うん、ですね、やっぱあのね、まっちゃんと中井くんが揃うと、はい、ちょっとやってほしいですよね、またまあ、うん、あの何でしたっけ、松本中井でしたっけ、いいっすね、あれ最高の番組ですね、あれめっちゃ豪華な、あれやばいっすよね、なんかそれこそヒロトとか、うん、そうそう、出たりで、うん、すごいっすね、だからあれはちょっと熱量が半端じゃないですよね、うん、
いや、それでもなんか、中居君と松本さんの番組って、過去結構いろいろ実はやってて、コラボで。やってますよね。なんか罰ゲームみたいな。あ、そうそうそう。伝説の教師の後に、なんか日テレで、その生放送かなんかの、はい、なんかカードめくって、そうそうそう。それ、なんかありましたね。罰ゲームみたいな。むちゃくちゃ。なんか、あって言ったらいけないかなんか、はあはあ、ね、なんかちょっと面白い企画で、はいはいはい、生放送で。そうですよね。なんかボボサンプに追いかけられたりそうそうそうそ う, そう当時のね、まあ、多分まだ出だしっていうか、はい、あのねテレビ人気者になる前ぐらいのボボサンプでしたね。確かおそらくそうですね。何始めるぐらいの直前ぐらいのボボサンプに追 い,、はいはいはい、追いかけられてですよね。多分最初に見たぐらいの感じでしたもん、はい、あそうですか。僕結構面白すぎだったんで知ってますよ。あっ僕はボボサンプ出たみたいな。あそっかそっか、はい、いやそうそう、あの二人はですよね、うん、そっか今もだから松本中井で、はい、やってますもんね。たまにやられてるんですね。いやーでもそうです、ね、あそっかじゃあ全体なんですね。そうですそうです、はい、で、まあ、これも実はきっかけがあって、はい、そのさっきまあ遡ってその小学生だ、うん、中学校だとは言ってたんですけど、うん、その時はでも正直僕、うん、まあ本当人並みというか、うん、ただただまあちょっとカラオケで歌ったりまあドラマ見てバラエティ見てぐらいの普通の視聴者だったんですけど、実はこうファンと言えるようになったのは割と最近というか、そうですか。このまま十何年ぐらいの10年ちょっとぐらいなんですよ実は。あそうなんですか。そうですそうです。普通にもう家族家庭持ってぐらいからで、でこれがその家族でファンなんですよ。その僕だけがあってすごい好きというよりも、家族共通の趣味のファンの人たちみたいな感じで、なんかそれが一つの逆に言ったら理由になってるというか、家族でこう好きになった人たちがスマップなんですよ。素敵。のだからライブ行ったりとか、はいはい、ライブ行ったりしてるんですか。ライブ3回ぐらい行きましたね4人で。解散前に。そうですそうです。すごい。だってチケットやばいんでしょ。そういや取れないって、もうとチケット取り方をなんかもうファンクラブファンの師匠みたいな方に、はい、あの前ね大分市、ちょっとローカルの話で申し訳ないですけど、はいはいはい、大分市の萩原に、はい、あの絵本カフェ、はあはあ、畑根さんっていうお店が前あったんですよ。吉田さん知らないですかね、はい。絵本カフェなんですけど、あったんですね。そうなんですよ。でそこのオーナーさんが、うん、あの、はい、スマップ大好きな方で、はいはい、でなんか知り合ってすごい教えてくれて、そのなんかチケットの取り方とか、うん、方ファンクラブの入り方とか、でそれをもうなんか家族で聞きに行ってなんかあのもう師匠と崇めてでファンクラブ入って。入らないとライブやっぱチケット取れないって聞いたので。そういうことなんですね。そうですそうです。で行きましたね4人で。4人いいですね。4人で行けるなんて最高でしたね。最高の思い出になってます ね多分未だに多分子供たちにとっても。それっていつ時代なんですか。その曲で言うとですね、うん、最初に行ったのがそのアルバムで言うとそのギフトオブスマップって逆さまの空とか、はあはあ、NHK の朝ドラの歌とか、はあ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 、まあだからまあ言ったら割とこう後期というか、うんうん、ね、あの結構後期ですね。そうですね。あとなんかサカナクションが提供してたあの、はいはい、オリンピックかなんかの、はいはいはい、モーメントっていう曲あるんですけど、はいはい、その曲とかの時代ですね。なるほど。そうですそうです。どこに行かれたんですね。そうです福岡。場所どこですか。あどこのライブ。福岡のあの福岡ドーム、今でいうペイペイドームに。ペイペイドームに。すげー。そのまあアルバムごとに大体ツアーってあるじゃないですか。はいはいはい、はい、でその最初にそうやってまあ、はい、あの1から学んで、はい、あの4人でなんとかチケットゲットできて、はいはい、1回行ったんですよ。はいはいはい、で1回ライブ行ったらめちゃくちゃ楽しくて、おこれなんか、うん、変な話この1日が明日もまた繰り返しもう一回同じ一日でもいいよねとかって話してたんで、次のツアーは2回撮ったんですよ。おこれを実現するために2日ってことですか。2日連続で行っても絶対面白いと思って2日連続分のチケットを4人分撮ったんですよ。すげえ贅沢。結構正直額的にはなかなかでしたけど。なかなかでしょうね。そうなんですよ。どっかの旅行に行くどっかそこそこ行ける感じですよね。ディズニーとかいう多分いけるぐらいの。そうですよね。
いやでもなんか本当にまあ福岡だったんですけど、はい、だからその大きく2回ですね、その細かく言ったら 3公演見てるというか、お2回ツアーに行ってるっていう、はいはいはい、いいですね、羨ましい。いや、いや僕はあのライブのイメージというか結局行ったことはないんですけど、はいはい、あまあ、はい、それこそナイナイさんの企画で、あそうですよね、コラボしたんですよ、そうそうそう、めちゃイケで、そうですそうです、そこで裏側知ってですよね、かっけー、やっぱ普段のそのね、スマップの皆さんのこうお茶目な部分とかっていう以外の側面、うんうんうん、アーティストの側面っていうのを、はい、垣間見れたというか、うんうん、こんな真剣なんだみたいな、確かにそういうお笑いの好きすらないっていうか、なんか、うんうんうん、壊さないでよみたいな、なんか本気なんだなみたいな、はいはい、ね、その夜中までダンスの練習したりだとか、そうそうそう、草薙くんにしろなんかこう、うんうん、ねふざけることだけみたいな、そう厳しいんだみたいな、なんかそのやっぱないない目線、岡村さん目線だから、はいはい、なんか超楽しいんだけど、それがなんかね、そこのこう距離感詰めるのがすっごい、うんうんうん、そこで、まあ、ね、岡村さんのファンになっていくわけですけど、そうですよね、うん、っていうね、確かにあのコラボというか、あのね、あの特番っていうんですかね、めちゃイケのスペシャルの、うん、あれめちゃくちゃ最高でしたよね、今思っても最高ですよね、まあ、結局中居君とナイナイのね2人も仲良しっていうところも、ね、はいはい、なんかこう僕はダウンタウン目線でもあるから、あなんかこう、あわなんか距離が中居君通じて、あなるほど、縮まりそうみたいなのを思ったりもしたしてて、まあ、結局なんか橋渡し的には中居くんらしいですね、はい、いろいろなきっかけが、はいはいはい、確かにそれでだってね、今あの特番夏かなんかにね、生放送のスタッフ&ミュージックでしたっけ、はいはい、そうです、そうですよ、だって昔考えられなかったですね、ナイナイとまっちゃんが共演するとか、ね、ラフ&ミュージックってナイナイとダウン、うん、松本さんと、はい、中居くんとで、なんかサブで千鳥とアンタッチャブルとか、はいはいはい、なんかフットボールでしたっけ、なんか多分その方がすごい技を集めて、すっごい改めてやばいっすね、やばいっすよね、ありえない光景ですね、うんうんうん、だから中居くんに当時そのなんかこうナイナイの岡村さんがやっぱダウンタウンとの距離感を取ってた時に、なんかこう、はいはい、KY 的な感じで、あ松本さんと付き合わせたことに、はいはい、岡村さんがすごい怒ってたみたいなのをなんかラジオで聞いた気がする。なことすんなみたいな。はいはいはい。そうそう。まあね、当時相当ビビってましたもんね。ビビり散らしてましたね。ね、はい。まあ、だから僕はなんでしょうけど、仲良くなってほしかったので、その、うん、仲良くんナイスみたいな感じで。はいはい。そうですよね。はい。確かになんかそういうところもまた僕は結構好きで。はいはいはい、長井君なんか、うん、結構さりげなくというかすごい気配りの人だと思うんですよね、はいはい、あですね、優しいですもんね、だから中井君がその近畿とか、うんうんうん、他の後輩とかにもこうね優しくしてそうですよね、なんかこうなんかね、あとは、うんうんうん、なんかお互いこういいねいい関係性、そう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 なんですよ、なんかそこがうまくなんか分け隔てなくというか、ね、そうそうそう、なんかね、そうそうそう、誰も、うんね、うん、壁作らずというか、うん、ですね、まあ、うん、メンバー間もね、まあ中居さんも結局独立されてますしね、うんうんうん、そうですね、なんかそこの独立後もこう中居さんとなんか新しいチーズの皆さんと、うんうん、はいはい、村さんとみたいな関係性とかも、うんうん、なんかやっぱりこういろいろ思ったりしてましたよね、うん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 、でやっぱね新しいチーズの皆さんが始まった時、うんうん、アベマかな、はいはい、放送生放送されてるのもそうですね、仕事しながらチラチラ見てます。すごいことになってなんか。いや本当ですよね。あ確かにあれは衝撃でした。とんでもないことに。いやあれって僕ね、あの、はい、さん、はいはい、新しい地図って、はい、どういう意味合いがあるとかなんかご存知なんですか。いや僕でもやっぱその最初に確かあれって最初に9月に、うん、確か退所して本当す、うん、結構すぐぐらいに、うん、3人が。はい、なんかホームページかなんかが急にできて、はい、そうですよね、なんかね、で、あの動画がなんか後ろ姿でどんどん歩いていくみたいな、はいはい、ちょっとかっこいい音楽で、はい、あれもうすごくセンセーショナルというか衝撃でしたね、なんか、はいはいはい、SNS とか駆使して始まっていくって、まあね、それこそ新しい地図っていうなんか、うん、そのグループ名でもないし、はいはい、そうですね、なんかコミュニティ
ですみたいな言い方も今時っぽいし、はいはい、はい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 、まあ、なんかよく、まあ、ファンの人たちの間では有名な、うん、飯島さんっていうあのマネージャー、ね、女性マネージャーの方の手腕だったり、はいはいはい、多分アベマとかも多分あの藤田社長と多分つながっていたりとかあると思うんですけどね、そのなんかちょっとショービジネス的な話で言うと、ね、なんかその辺もすごいなぁと、うんうん、で結構 IT 系のCM にその後出ていたりとか、はいはいはい、ね、大分出身の、 あの社長さん鶴岡さんが社長のベースっていう、はい、あベースねファンサイトというか、あ、かかりさんが、はい、そうか、とかなんかいろんな、何でしたっけ、なんか管理のアプリでなんか稲垣吾郎さんがでもしたりとか、はい、漫画のアプリ草薙君がしたりとか、はいはいはい、なんかもう IT 系のなるほどっす、ね、新しいものになんか、はい、うん、ずなんかこうすごい相性がいいみたいな、まさに新しい地図ですね。そうそうですよね。あ、そういう感じもあるんですかね。うん、新しくこう地図を広げてこう旅に出ようみたいな、はいはいはい、そうですね。かっこいい。本当ね、その後なんかいろいろこう、まあ俳優さんとかでもちょっと事務所独立したりだとか、うん、ね、結構まあ、ポピュラーになだいぶなってきたと思うんですけど、そうですね、本当にあの彼らは図、ね、らずもあの、うん、本意かわからないけどなんか先駆者に結局、うん、そうですね、なってしまってるって、僕結構そのスマップってそのなんて言うんですか、言ったらあれですけど、その歌がその抜群にうまいとか、うん、今の人たちみたいにダンスはめちゃくちゃシンクロしてるとかは思わないんですけど、うん、なんかその時代に選ばれてるなっていつも思うんですよね。なるほど。なんかもうこれって別になんだろうな、こう実力云々とかそういう次元の話じゃなくて、はいはいはい、もう本当に時代に選ばれちゃってる人たちだなっていう印象がもうすごい昔からあって、なるほど。なんか結局その震災の時に勇気づけるポジションになぜかいたり、なぜかじゃないんでしょう。まあいろいろもちろん陰の努力とかもあると思うんですけど、そうですよね。なんかこうタイミングというか、うんうん、なんかバチッとハマる人たち、うん、結局は時代がこう後からどんどんついていくような、そうですね、まあ 運があるというかね、そうですね、そういう方たちなんでしょうね、うんうん、だからね、なんかそうそう、ね、不思議な存在だなと思います。なんか世間的にはもちろん有名な人気者ですけど、はい、なんかね、ファンの多分人たちの中だとライブ、うん、見るとまた全然違ったりとか、はい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 、なんかまあね、他のバンドとかももしかしたら一緒かもしれないですけども、うん、そうですね、うん、なんか、うん、スマップはでも曲が素晴らしいですからね。そうですよね、本当に、まあ、世界に一つだけの花はもちろんですけど、はいはい、その前のね、こう森くんがいた時代からの歌も本当にすごくて、やっぱカラオケでね、やっぱ歌いたくなったりしますよね。そうですよね、うん、いや確かに、うん、まあそうですね、絶対まあまあ行けば、うん、1曲2曲はまあ確実に歌うようなあれですよね。そうですね、歌うとかやっぱ結局盛り上がるよね、うん、そうですよね、そうですね、なんか例えばこう職場だったりこう幅広い年齢層とかがいて、そのなんかほら同級生とかの狭いとこだとコアな歌も歌えますけど、はいはいはい、ちょっと広いメンバーとかで行くと、はい、なんかもうスマップ歌っていれば大体みんなわかるからみたいな感じで、こうすごい、なんていうんですかね、まあ、使いやすいと言ったらあれですけど、ね、誰でも知ってるから、うん、はい、歌いやすいっていうのありますよね。そうですね、盛り上がれるっていうのは、うん、うん、いやーでも本当に5人メンバーのバランス、そうですね、うんうんうん、まあ、中居君ですよね、中居君に、はいはい、して話していくと、はい、そうですね、どんな感じですかね。なんかね、僕はもともとでもスマップがこんなにこう好きになってきっかけは実は先週の話にちょっとつながるんですけど、はいはい、大の字の大谷さんなんですよ。おう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 、が実はきっかけで、はい、大の字の大谷さんが結構トークライブとかで、はい、あの中居正広最強説っていうテーマでやってたんですよ。はい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 、それとかを聞いたりしてて、はい、あ、なんかで当時確かちょうどタイミング的に、まあ正直嵐がはい、すごいグイグイ来てた時代なんです、うんうん、多分本当に今から十何年前ぐらいのタイミングで、はいはい、
で、なんかそのタイミングで、まあ、言ってしまうとちょっとあのテレビ誌の表紙とかも、はい、ずっとそれまで長年あのお正月特大号の表紙はスマップだったけど、はいはいはい、嵐にちょっと変わってきてるみたいな時代だと思うんですよ、うんうん、はいはいはい、でその時ぐらいのタイミングでなんか、うん、なんかそのスマップのそのなんていうんですかね、ちょっとサブカル、そうメインにいるのになんかすごいサブカルな人たちにもスポットを当てるのが昔からすごくうまい人たちだったので、うんうん、まあ裏方のそのマネージャーさんとかも含めてなんですけど、なんかデザイナーの佐藤柏さんを取り入れて、あ、はい、ロゴをデザインをおしゃれにしたりだとか、はいはい、なんか多分 CM プランナーの方と手組んで、なんかボスとか、はい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 、ソフトバンクのおしゃれな CM 出た作ったりとか、はいはいはい、なんかそういうクリエイティブなところも結構僕好きで、はい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 、なんかそこら辺を思った時になんかこうスマップ面白いなみたいな、なるほど、谷さんの語りとかも含めて、はい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 、なんかアイドルなんだけどその中居くんのあのちょっと批評的というか、はいはい、なんかそうですね、アイドルなのにうん、オンチっていうキャラだったり、あです、ね、なんかチビっていうキャラをあれしたりとか、なんかそういう、ね、なんか私服がダサいとかいろいろ言ったりとか、今までのアイドルはしてこなかったことをどんどんしてきたっていうところがなんか面白いというかクレバーというかロックな感じですね。ロックな感じですね。僕とか本当ロックバンドと思ってますもん、うん、なるほどでも実際確かになんか木村拓哉さんもビーズ大好きだし、うん、そうですね、結局なんかソロに向かうにあたって、はいはいはい、なんかそうです、ね、爆発したいっていうか、その、うんうん、僕みやびさんっていうあの、あ、はいはい、好きなんですけど、みやびさんとコラボ、コラボじゃないな、うんうんうん、なんかあって映画の主題歌というか、はい、みやびさんが担当してみたいなことで、うんうん、結局 NHK の番組かなんかで対談してたんですけど、はい、その時にみやびさんが同じステージに立った時に、はい、感じたことは木村拓哉さんにかあの感じたことは、うんうん、爆発したいっていうのを感じたと。へえ、あ、今日同じ共演してみて、同じステージに立ってみて、立って、はい、そう、表現者として立った時に、うんうん、もうあの木村拓哉さんから、はい、もうとにかく爆発したいんだっていう、へえ、ロック爆発してんだっていうのを、はい、感じたと、はい、感じたとっておっしゃってて、で雅ってやばいんですよ、世界中から出るソロでね、はいはい、僕大注目してるんですけど、はい、ずっとファンなんですけど、あ、はい、その人が言ってるっていうのはやっぱり相当 で、うんうんうん、でその時面白かったんですけど、雅さんが、はい、そのやんないですかとか言ってあの、うん、煽っててなんかキムタクが年上だから、はい、こいつとか言って、はい、送ってるんだよとか言ってなんかこれデビュー曲とか言って、あー、なんか見たかもしれないです、僕もそれ。あ、本当ですか？対談。はい。みやびがその、木村拓哉のソロのデビュー曲を、なんか LINE かなんかで送ってたはい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 。あ、なんか見た気がします。やっぱそのしばらくちょっと歌ってなかった時代、時期を経てってことですね。そうです、そうです。ソロになって。はい、ソロになって、はい、俳優さんが結構長かったんです。うんうんうん、で、いつソロに歌、ソロで、うんうん、歌おう、はい。歌おうとか、アルバムとか、ね、活動を始めたって時期で。うんうん。で結局ビーズのね稲葉さんとかと出会ったりとかね、はい、のがあってのねデビューって形に至るわけですけど、うんうん、なんかそれもバリバリのロックですもんね。ああですよね。あ、いや、みやびも確かにめちゃくちゃかっこいいですよね。あのスマップに提供してるの知ってます？曲、あ、知ってます、あの紅白で出てましたもんね。なんか、あ、そう、あ、そうそうそうびっくりして、みやび好きだから2曲ぐらいしてるんですよ。あ、え、何曲ですか？あ、2曲ぐらい、2曲、はい、すげー、確かにトップオブザワールドっていう曲が最初だったかな、はいはい、でその後、まあ結局言ったら、まあ、今で言うところの、まあ僕はその最新シングルっていう言い方をしてるんですけど、はい、あの最後ではなくあの最新のシングルの、うん、アザーサイドっていう曲は誰も確か宮部さんだったと思うんですけど、そうなんすか、はい、それ知らなかった、アザーサイドなんか アザーサイドはい、確か両A面でもう一曲があのゲスの川谷絵音さんが提供してて、はいはい、まあもう普通もうゴリゴリのロックな夫人のシングルなんですけど、多分一応それが今のところラストシングルになっているので、か、僕そう、はい、聞きたいですね。いや、だから僕としては逆に雅目線で、あ、はいはい、雅やべえみたいな、だから雅をずっと応援してたんですよね。あ、だけど、はい、なかなかこ
世界ではすごいけど、日本ではなんかこう、気がつかねえなって、認められないなっていう目線があったんですよ。はいはいはい、昔、漢字一文字でしたよね。そうですね。ね、漢字一文字で活動してて、はいはい、で、これじゃダメだって言って、結局世界に出るって言って、宮部に投稿してっていう感じになってたんですけど、結局その中で、その日本でどうブレイクするかというか、っていう、はい、多分いろいろなこう模索、だから世界に出て、世界で認めることですげえだろうって言って、この人が認めるみたいな、あの見方、はいはい、見られ方っていうのをひたすらこう貫いた方だと思うんですけど、はい、結局そんな僕目線で僕はずっと宮部を応援してたんですけど、そんな時に紅白でまさかそのね、そのスマップが歌ってるところに、そのなんかスマップが普通に紅白に出ますって当然出ますよね、その前もって、でそれでそこには宮部は当然いないわけですよ。ゲスト出演で、はいはい、でだから年末その見てた時に宮部じゃんみたいなすごーみたいな、一人だけ興奮してて、親戚はスペースバーって言ってますけど、ここでも出てましたよね、ステージのとステージ上で共演してましたよね、共演して一人だけうわーすげー宮部やったなみたいなこれでようやく世間にみたいな感じで僕は見てました。そっかそっか、紅白初出場だったですね、その時が。だから宮部さんはにとってはそうです、そうです、はいはいはい、で昨年も出てましたよね。ですね、ザ・ロックさん、そうですね、はい、今も応援してますけど、あれもすごかったですね。あ、見ました、見ました見ました、もちろん、すごい豪華なメンバー、ね、しかもテレビ初出演でが紅白だったんですね。そうです、初ステージが、世界で初ステージがあの紅白だらけのとんでもないですよねそう、僕だからまあこれね、来週ですかね、わかんないですけど、またあの、はい、ぜひ吉田さんに語っていただきたいんですけど、結構まあ、はい、ちょっとどう吉田さん思われるかわかんないですけど、うん、ちょっとだからどこか XJAPAN と、うん、あのスマップちょっと似てるとこがあるなってなんか前から思って、どうですか、これこそなんか本当時代に選ばれたスターというか、そうですね、ちょっとお騒がせじゃないですか。お騒がせですね。ただ、まあ、でもなんか、これ、目が離せないというか。はい。びっくりな共通点として、はいはい、吉木さんの元彼女さんと、はい、あご存知です？あ、なんか、ちらっと見ました。あんまり言わないか、そうなんだって、あんま知らなかったんですけど、はい。初めて知りました、最近。はい。はい。なんか、そういったこうプライベートの部分も重なる部分が実はあって。はい、はい、はい。なるほど。とか、とんでもない共通点。とんでもない共通点ですけど、そしたら確かに、ああまあ顔、好みっていうか、まあ、顔のスタイルは似てるのかな。若干、確かに確かに、系統が、はい、鼻高い感じの。そうですね、馬顔。ちょっとね、すごい、急に下世話な話になりましたけど。はい、ごめんなさい。いや、でも、そうなんですね。その、XJAPAN と SMAP の共通点を感じたりとかですね。そうなんですよ、なんとなくというか、まあ国民的であったりとか、はい、なんか圧倒的なやっぱカリスマも性もあるしっていう、うん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 、でちょっと本当になんか世間を騒がせる感じ、そうですね、が、うん、やっぱね、 X が解散した時も会見見ましたし、やっぱリアルタイムで、おお、すごい、そうですか、ヒデさんが最後までわがまま放題って言った言葉も覚えてますし、はいはいはい、おお、すごい、はい、あ、ですね、だから実際だってスマップが解散して、はい、吉木さんにやっぱコメント求められてましたもんね。ああ、なんか見たと思います、うん、それも。うん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 。やっぱそのエンターテインメントのね、でかい、うん。そうですね。一番日本の最高峰というか、うん、ですね。ところで、実際そのヒデさんもなんかこうプロデュース、ファンからなんかヒデさんプロデュース、うんうん、なんかバンドというか人とかなんか。はいはい、どんなのがいいですかっていうリクエストがファンからあって、はい、でその中の上位にスマップがあって、でヒデさんも僕も素敵だなと思ってる、あ、ヒデさんがですか、へえ、あ、ヨシキさんじゃなくて、え、ヨシキさんじゃなくて、へえ、そういうファンからなんかこう、ほらプロデュースするならどんな人とか、へえ、それは知らなかったですっていうあのなんかこう案の中にスマップって、へえ、しかも当時のというか、ちょっと前昔のですよね、そうです、90年代の。だからちょうど
もう一番大ブレイクしたスマップが、ヨンサラムの方とか、はいはい、この時期だと思いますけど。そっか、そうですよね。ちょっとだからその音楽性的に、そうだ、その時代だとそうですね、ユーソラの向こうとかセロリとか、ちょっとアコースティックよりポップス寄りになってたのであれですけど、でも今思うとめちゃくちゃやってほしかったなっていうのはありますね。ね、だからヒデさんがアンナロックだけど、うんうんうん、他のアーティストと交わることで、まあ、逆にこう、うんうん、違 う, うーなんか角度の、そうですね、はいはい、なんか多分みんなどんな風に期待するか分かんないけど、うんうんうん、ラグビータイみたいなことは言ってる、うんうんうん、でもね、結構ヒデさんってソロだと割とポップな曲も多いですね、ありますもんね、なんか爽やかなというか、うん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 、エヴァーフリーとかね、いいね、なんかね、まあ、ロケットダイブとかもちろんそうですし、はい、かっこいいですね、かっこいいっすよいやいや、ちょっとまたね、この X ヒデさんについては、はい、もう来週に、来週あたり、いやー、ちょっと語っていただきたいな。僕も完全に、はい、多分知識は正直あんまりないので、そうですか、すごく教えてもらう、ちょっと形で、マジっすか、聞かせていただきたいなと思いますけど。いやー、そうか、そうですよね。なんだろうな、そうですね。あ、でもその今、ヒデさんのことを考えて思う、なんか思い出したのは、中井くんも、はい、あの、結構その後輩とか連れて、まあ他のメンバーもそうなんですけど、やっぱ被災地に行ったりだとか、はいはいはい。なんかそういう、まあ、ヒデさんもあったじゃないですか、そのなんか、あのね、うん、病気を抱えた方との交流だとか。はい、ご存知ですね。なんか、はい。ね、なので、なんか、なんだ、やっぱその、本当共通点というか、やっぱスター、うん。うんうんですよね、そのやっぱなんかこう人を優しいね、そうそうそう、勇気づける存在というか、そうですね、うんうん、刺激とかも与えつつも本当にどこかでは寄り添ってくれているというか、うん、実際そのなんかこうスマップ側も X が好きで、うんうん、あ、そっか、それもステカなんかで公演した時に、はいはいはい、うわやべえ X だみたいな感じで、そうそう、あのなんかね、木村さんと五郎さんが確か2人でライブに、でも本当10代ぐらいの時に確か行って、あ、そうなんですか、 X じゃなんじゃジャンプですかね、 X ジャンプ、 X ジャンプしたって言ってましたよ、多分初期のあれですよね、 X の時ぐらいですよね、多分下手したら、そうでしょうね、やべえいや、そりゃそうだね、ロックそう言ってたんですからね、キムタクね、皆さん、はいはい、単純にイケてるお兄ちゃんたちだと、うんうんうん、当然チェックしますよね。ああ、そうですね。うん、あの時は。いやー、そうそうそう。すごいな、ね。まあ、じゃあ、スマップが、まあ、ロックを感じる部分があると。はい、そうですね。僕の中では。そうです、そうです。なんかね、そうそう、なんかライブがいいんですよ。あの、なんかね、テレビ、だとあんまり上手くないと思う人多いかもしれないんですけど、はい、ライブで聞くとめちゃくちゃ上手く感じるというか、かっこいいです、なんかもう魔法だと思うんですけど、それがなんかライブバンドみたいな、おあのライブでこ、ライブで一番かっこいいロックバンドみたいな、はいはい、なんかテレビでね、やっててもあんまりかっこよくなかったりするじゃないですか、かっこいいバンド、はいはい、やっぱ生でライブで見るのがかっこいいなっていう、そうですね、うん、まさに同じような印象をなぜかスマップに持っちゃうんですよね。いや、その音楽で言うと僕やっぱり、はい、スマップって柱になってたのはスマップスマップでしょ。あ、そうですね、まあ、テレビ番組というか、はい、でその中でエンターテインメントって、はい、はい、コントもやって、そうですよね、イントロスマップでその料理もやって、はいはい、でまあ、音楽のコーナーで、その当時のすごい人気なアーティストとか、ね、バンドコラボしたりとか、うんうん、で僕ジュディマリが好きだったんで、あ、ジュディマリがいいですね、出てましたね、タクヤさんとタクヤさんだみたいな、はいはい、あ、確かにっていう感じで、で木村拓哉さんが、はいはい、あのタクヤさんに結構こううなだれた感じでじーってなんかしゃがんで、はいはい、ピーってこうキムタクを見てて、タクヤがタクヤを見てるとか言ってなんか怒られてたんですけどそうだ、本当だ、タクヤだ、ダブルタクヤですね、はい、ダブルタクヤですけど、すげえ、なんかそんな、そういうなんかこうスマスマを経由してすごい世界のエンターテイメント、うんうん、なんか確かマイケル、あ、
あ、そう、あの、マイケル・ジャクソンも一回来たんでしょ？そうなんですよ、ドッキリみたいなやつで。やばいっすよね、やばすぎます。やばいっすよね。とんでもないっすよね。ですよね、確かに外国の海外のアーティストいっぱいですもんね。そうそう、で、そこで真剣にやっぱ練習をしまくるスマップの皆さんっていう、まあ、そこでの多分スキルアップも相当あったはずですよね。確かに。それぞれだから結局俳優しながらとか、いろんなことをしながらの音楽っていうね。そうですね。それでツアー回ったりとかとんでもないですね。いやですよね。いいともやりながらツアーもやったりとか。そうですよ。ねえ、やってましたもんね。だから、まあ、香取慎吾さんも、もう半端じゃないですけど、はい、まあ、僕はアートの目線で言うと、あ、そっか、そうですよね。ルーブルでやってるでしょ。やってます、やってます。だからそれが僕ルーブルも僕も出してるんですけど、おお、すごい。フランスのルーブル美術館の地下でそういう国際アートフェアがあって、それで僕は出させていただいたことがあるんですけど、それってでも誰でも出せないでしょ。出せないです。うわ、すごい。2019年に出したんです、出させていただいたんですけど、まあ東京のそういうところからお声がかかる、はいはい、経由で、はい、で僕も半信半疑だったんですけど、はいはい、確かに、まあ、なんか一瞬ね。そうだから結構僕はだからその結局し、あの、支払わなきゃいけない感じ、その出店料を出すっていう形での参加なんですよ。だから、まあ、アピールとしてという部分もあって、はいはい、まあね、すごい名誉な名誉なことで、なので、でもない、でも詐欺なんじゃねえかなっていうのを思いつつ、こんなありえないよなっていう話を感じて調べる中で、はい、結局その香取さんの相当な話題で、結局ね、実際にあった、はいはい、あったわけなんですよね、現地で。で、うん、その、はい、現地でその、ルーブル美術館の地下でそういう開催されたわけですよ。はい、あ、はい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 。で、あ、詐欺じゃなかったよかったって思ったんですけど、はいはい、で、その、ここが香取さんがやったエリアだよっていうのを教えてもらったんですよ。あ、へえ。あ、ここなんだみたいな。で実際僕のと友達というか、あの、尊敬するあのアーティストが向こうにいるんですけど、はい、まあ、その関係者が香取さんの展示見たとか言ってて、はい、はい、みたいな、へえっていう、そういうのもあって。そう、吉川さんもとんでもないじゃないですか。いや、僕はそこはすごいこう僕の中では多分一大トピック、いやいや、めちゃくちゃ一大トピック、人生の中で一番、うんうん、いや、ルーブルってだってはいもう誰でも本当知ってるというか、はい、そうです、世界中の。そうです。だから僕は結婚した時に新婚旅行でルーブル美術館に行ってるんですよ、はい、なるほど。でそれはやっぱ当然この美術をやる人にとって、そうですよね、あの、一生に一度は行きたい場所なんですよ。そうですよね、うん、っていうところにやっぱ単純にファンっていうか行って、まあ、で その十何年後かにまさか自分が出展を、はい、いやあるなんて夢にも思わないわけ、はい、いやー本当ですね、ありえないさすぎるというか、いや本当に、うん、っていうビッグすぎる経験を2019年にさせていただきました。うわー素晴らしいですね。確かにちょっと見に行くだけでもちょっと夢みたいな話じゃないですか。そうですよ、実際。そう、それどころかもう、そうですよ。ってなんで、そのさらに何百倍もとんでもない。そうです。だから、まあね、まあでも、そういう経験をさせていただきましたね。そうですね。だから、香取さんが言ってましたよ、そのインタビューの中で。はい。僕が初めてのデビューで、こうやって、はい、あの、本当こういう世界のゴールみたいなところに、はいはいはい、で、スタートするっていうのは、スタートだったなんか怖いって言って。ああ。怖いんですけど、うん、まあ、いきなり最高峰、そうそう、名誉なことだから一生懸命やりますみたいなことをインタビューで言ってて、あ、謙虚な方だなとか、やっぱりすげえなみたいな、やっぱり当時のそのね、そのスマップとかルーブル美術、あの、アート関係者とかもざわ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 してたと思います。はいはいはい、うん、そうなんですね。そうです。だからアート目線で言うと、アート目線は、まあ、そうですよ、ね、感じもありました。はいはい、うん、僕多分そのルーブルの香取さんがデータ出した、その多分翌年かその次ぐらい東京で個展をしたんですよね。おうおうおう、多分初個展の。おうおうおう、それ僕見に行ったんですよ。あ、すごい。はい、そうですか。それも本当に素晴らしくて、なんか回転式会場みたいな、おうおう、なんかあの、うん、そこさんのあれ、
あれどっちだ、なんか、卸売市場、市場っていうか、はい、築地でいいのかな、どっちだろう、新しい方か古い方か忘れちゃったんですけど、なんかその近くに、うん、あってですね、会場が、うん、すごい良かったですね、すごい多作というか、そうですよね、ね、作品数が多いので、うんうんうん、見応えありましたね、かなり、うんうん、だからやっぱ表現者としてのね、香取さんっていうのがあるんだなって、うんね、やっぱそこでね、やっぱメンバーのリスペクトがあったりするみたいですからね、うん、そうですよね。ね、そうですね、やはりまあ共通点というか、吉川さんとの、そうですね、ここはあるんです、まあ、若干なんか思い出しますね。ああ、すごい、すごい話、すごい貴重だし、すごい角度だし、そうですか、なかなかそんな、そうですね、切り口で、まあ、やっぱね、話せるとしたら、やっぱり、でかいですよね。すごいですね。ちょっとなんかその話をまた、それはそれでなんか、それで一回聞きたいぐらいですね、話を。マジですか。ちょっとアート界じゃないけど、はい、なんかしたいですね、一回。ああ。それこそ素人の僕が教えてもらうみたいな。なんかでもそういう感じはありがたいですね。ですね。なんかこう、結構コアな世界だから。そうですよね。でもまあ見るのもちろん好きなんですけど、正直知識は全然ないし、はいはい、なんかね、こう正しい、がなんか味方じゃないけど、はいはいはい、そういうのも全然知らないですし、どこまでやっていいのか悪いのかみたいな、はいはい、やっぱありますよね。なんかそうですね、ちょっとお聞きしてみたいです、ね、ああ、なんかね、お話できれば、ね、自分なりに体得したことはあるので体得、はい、僕はそのなんか音楽とか演奏の方がやっぱ好きだから、あー、はいはい、アートに関してはもう自分にただただこう見つめて深めてって感じなので、もちろん過去のね、あの偉大な作家さんとかもちろん、うんうん、勉強してきてますけど、いや、そうですよね、うん、なんかやっぱり自分の作品に向き合い続けてきてはいるので、あ、そうです、まあ、あとはだから、ね、いろんな、まあそうですね、どこまで話せるかなっていう感じはありますけど、いや、ちょっとぜひそれ一回やりたいですね、ぜひよければへえ、ね、そうか。いや、なんかすごい存分に語れた気がします。あ、そうですか。今日だけね、1時間。聞いていただいて、ね。はい。もうちょいでっていうところなんです。来週はじゃあちょっと先ほども話出ましたけど、はい。ヒデさん。そうですね。行っちゃいますか、来週。嬉しいっすね。マジいいんですかって感じです。ちょっと、僕はだから、そう、もう本当あえて教えてもらう立場で、本当ですか？予習もそこそこにしとこうかなと思うんですけど、あ、なんかアルバムとかあれでしたっけ、サブスクにいるんですか、ね、結構ある、ね、あるんですよね、ありますよね、ほぼほぼ全部あると思います。あれ何でしたっけ、ジルチでしたっけ、ジルチもあれ、あ、ジルチはね、権利関係かなんか分かんないですけど、有名な曲はありますけど、あ、そうなんですね、うん、あんまりないかもしれないです。ああ、だからああいう活動、まあ、ちょ、今なんか語り始めるとあれなんですけど、ああいうソロでちょっと尖った活動も僕の中だと結構ヒデさんって先駆者ですよね。めちゃくちゃ先駆者ですよね。今でこそなんかバンドでいろいろなんか掛け持ちだったり、うん、ですね、ね、ソロであったりとか、まあ、当たり前になってますけど、多分あの時代って一バンド、はい、なんか一人一バンドみたいな、うん、ね、うん、なんか暗黙のあれがある中で、うん、なんかアクティブにあえてやってる人って多分あんまりいなかったと思うんですよね。ですね。海外とね、国内以外でやるみたいな。ですね。ね、そこら辺をちょっとなんか、うん、うん、お聞きしたいですね、来週ちょっと。そうですね。であの結局僕はもう大ファンすぎるぐらい大ファンだから、うんうんうん、東京に行くとき、まあこれ来週話せばいいか。来週話しましょう。お楽しみということで。そうですね。来週か、嬉しい。ちょっと自分の深掘りをちょっとして、1時間で語れるか分かんないですけど。それこそ本当、僕今日だいぶこう出せた感じがします。あ、本当ですか？ちょっとスッキリ感ありました。スッキリ感あります。あ、よかったよかった。僕はね、いいですね。やっぱ好きなものについて。そうですか、語るっていうのは。ああ、よかった。なんか僕としてもね、うんうん、今日はちょっと聞き役に立ちたいなっていう話は。はい、最初は実は、ね。すごい、多分、めっちゃ聞いていただいて、ありがとうございます。いえ、でも僕も、ね、やっぱ、僕も大好きだから、言ってもやっぱ話したいなっていう部分もありました。うんうんうん、いやー、いいな。本当、でも、やっぱスマップいいっすよね。素晴らしい。いいですよね、うん。かっこいいっすね。ちょっと、うん。いや、そう、さっきのね、
はいはい、新しい地図の、はいはいはい、名前、ネーミングの隣の解釈があって、はいあはいはい、かんさん、そこは全然わかんない感じですか？いや、まあそうですね、そんなになんかそれ以上は僕はあんまり、はい、いや僕ね、これパーンって浮かんだことがあって、ええ、いいのかな、はい、これ多分ネタバレみたいになってしまったら嫌だと思うんですけど、あれですか、なんかニュー、そうなんだっけ、ニュースマップみたいな。そういうことです。はい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 、はい。多分、ニュースマップ、新しい地図。はいはいはい。ニュースマップ。はいはいはい。ニュースマップ。で、なんか方角がね、東西南北の。ああ、そう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 。ね、NEWS の。そう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 。字がありましたもんね。はい。で、マップで。はいはいはい。ですね。確か当時、それはでも考察みたいな。ありました？なんかありましたありました。あ、そうですか。はい。それはなんかすごい、その時なんかそういったサイトというか考察ってサイトみたいなやつをすごい見ましたね当時。そうですよね。うんうんうん。そうですね。いやそうそうそう、この話ちょっとしたかったですね。ああ、そうなんですね。だからその3人が新しいスマップで、うんうんうん、まあだからそのだから今後ですよね。だからこれが、うん、あの人たちが合流していくのかとか、なんかそういうのも含めて、うんうんうん、なんか楽しみだなとか、どうなるんだろうなっていうワクワクドキドキ、そうですね、はやっぱ今もありますよね。だって中井くんがこの状態になって、うんうんうん、なんかこう再結成あるのかみたいなざわざわまたあったりしてるんでしょ、うんうん、そうですね。なんかでもまあそうそうなんです。僕でも本音を言わせてもらうと、ちょっと複雑なというか、はいはいはい、あのちょっとわかんないですよ。答えが出てないんですよ。あ、そうですか。いろんな思いがあって、なんかもちろんその解散したのはめちゃくちゃ悲しかったし、どん底でしたし。あ、どん底。もうみんなだって初めてじゃないですか、ね。僕嫁とその一つのことに対して泣いたのって悲しい。なんかまあね、幸せなことに別に身内に。子があるとかっていう人生では今と僕はないので、はい、そういうことを除いたとしたら、はい、多分2人がそのそうやってこう第三者のことというか、はい、で悲しくて涙したのは多分あれが最初で最後のような気がします、ね、そういうことなんですね。いや僕ぐらいまあ悲しかったんですけど、でまあ片やでもまあ散々今までそうやって5人がまあ頑張ってくれてですね、うんうんうん、でまあ今そうやって新しいことをそれぞれ始めようとしてて、で何ていうんですかね、あのまあ別に綺麗にまとめるつもりはないんですけど、うん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 、結構僕が、まあ、これまたちょっとごあの波紋っていうかあれなんですけど、あの片やこれ嵐が今まあ休止しちゃってるじゃないですか。で嵐って僕結構まあ割と真面目なというか、ほうほう、方たちでちゃんと話し合って仲が良くて、うん、なんか優等生的なはい、はい、イメージなんですけど、僕はさっきずっと言ってたロックバンドに通じるものがあるっていう風にスマップをずっと言ってるように、スマップってなんかそうやって一筋縄ではいかないというか、収まらないところとか、あとちょっと破天荒というかはみ出してるところ、なんか言うこと聞かないとか、はい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 、揃わないとか、はい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 、不揃いな、うんうんうん、荒削りな人たちが、うんうんうん、だから多分僕は好きなんだと思うので、なんか、うん、収まってそのまた綺麗に、うん、あのまあ、再結成したらしたらめちゃくちゃ嬉しいと思うんですけど、はい、なんかこのなんかゴツゴツ不揃いな感じで不器用な彼らが、はい、はそれはそれで僕は好きだなと思ってて、うん、なるほど、この今の状態もなんかワクワクっていうか、そうですね、いいことですね。なんかやっぱりあのここの3人はまとまってるけど、あの人とあの人、はいはい、結局、はい、揃わねえな、はい、こいつらみたいな、はい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 、しょうがねえなみたいなのがなんか、いい、ある意味ちょっとなんかそれでもう追いかけたいみたいな、なんか、なるほど、魅力がね、魅力が増してると、いやそういうエンタメね、まあ、エンタメですね、をしていると、そうですそうです、ドラマさというかドラマを感じるんです、ね、そうですね、物語がまだでもなんかそう言いながらなんかあるんじゃないかと期待させられるところもあるしですね、っていうなんかそうですね、すごいリアルタイム
なんかエンタメみたいな。なるほど。サグラダファミリア、人間サグラダファミリアみたいな。そうですね。まあ、ドリフみたいなね。ドリフみたいな。そうですね。うん。ドリフとも確かに共通点がありますね。亡くなるまでというかね。そうですね。まだ生き残ってる方もいらっしゃる。そうですよね。なんかそういったの、うんうん、ね、対象。そうですね。生き様みたいな。うん。ですね。そうですね。そうそうそう。いや、やっぱりこう、ね、そんな、スマップさんは1時間では全く収まらない。ちょっとはみ出ましたね。果てしないですね。やっぱまだまだやっぱありますもんね。やっぱ側面はね、うんうん。いやいや、もう、なんか、すごい、いい時間にさせていただきまして。いやいや。いや、来週もちょっと楽しみだな、これは。いやちょっと。なんかこの木曜の夜ってもなかなかいいですよね。このちょっと、いいね、まあ、ちょっとサラリーマン的に言うと、明日一日頑張ったら休みだって。なるほど。絶妙なタイミングで。ちょっとカンフル剤的な。ちょっともう一週間頑張って、はい、あとラストスパートでここでちょっと元気もらってみたいな感じで、ちょっと、都合よくというかあれなんですけど、元気もらってみたいな感じですね。はい。いやそうですね。僕はもうこの日がね、楽しみで楽しみでしたよ。いや、嬉しい。本当に。僕もですよ、もちろん。ああ、嬉しいです。はい。やっぱでもね、本当なんかあれから僕もラジオピンで撮ってるというか、なんかラジオのアンテナが僕が立ったのか、なんか偉いラジオについての情報がたくさん入るようになって、つながりもそういう方もたくさんいらっしゃったりとか、あ、そっか、みたいな、うんうんうん。結構開けてきてますね、僕。おー、いいですね。いいですね。この方向でちょっと、はい、1回目なので。ですね。3回目、まあ、ね、初めてこうジングルも捉えてきて、あとで聞くのが楽しいみたいな場合もありますけど。ですね。意外とこのアーカイブも僕も結構、はい、なんですかね、小出しにというか、はいはい、ちょこちょこ聞いたりも、はいはい、僕自分でちょっとしてますけど、はいはい、ね、なかなか聞きや、なんていうかね、こう、うん、バックグラウンド再生もできるし、そうですね。ね、聞きやすいなっていうのはあるんですね。意外と、はい、うん。なんか聞いていただけると嬉しいなって。嬉しいですね。せっかくなので。うん。まあ、ちょっとなんか喋りすぎてまずかったかなとか、誰か気づけてないかなとか、やっぱ思いましたけど、心配しましたけど。いやいやいや、全然大丈夫だと思います。もう奥さんにも一応聞いてもらって、まあ、まあ大丈夫かな、みたいな。まあ親戚とか、そういうね、個人情報は出さないでね、はい、みたいな。そうですね。そういう。ちょっと一応守るべきものが、はいはい、そこら辺の、そうですね。そこら辺だけですからね。まあ、するところは。あとは、ね、まあ多分僕ら以上のファンの方もたくさんいらっしゃると思うので。ああ、そうかそうか、そうです、ね。そこら辺の配慮は、はい、していきたいなとか、はいはい、そうですね。そういう、まあ聞いた、だからまあ、もう一個はなんか、もっとこう、リスナーさん、聞いてくださる方のコメントいただいて、今度こんな話聞きたいとか、うんうん、なんかこう、共感したとか、うんうんうん、なんかまあ状況的に僕自身はそのラジオにこうやってなんか孤独を救われてきたみたいな気持ちがあったりするんで、はいはい、なんかそんななんか聞いてみてどうだったとか、うんうん、あの交流したいなとは思います、ね、あ、そうですね、まあ、血が通うようなこういう番組になっていったらいいなとかは、そうですね、ちょっとだからまあ今日2回目でまた次ちょっと今度は吉川さんの好きなヒデさんで語っていただきつつで、で僕らのちょっと人となりをだんだん知っていただいて、そうですね、でそこからちょっとこう徐々に交流もしたりなんかしたら、うんうん、そうですね、なんか夢広がりますよね、うんうんうん、あ、ということでね、そうですね、じゃあ、はい、と今週は、はい、この辺りにしたいと思います、そうですね、はい、ありがとうございます。また来週ですね。また来週。はい。同じ時間に。そうですね。それまでまた、はい、アイデアをまた、そうですね。お送りしたりすると思います。はい。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、本日は、はい。終了したいと思います、はい。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。はい。はい。